ホーム旧駅舎三雲駅は、滋賀県湖南市三雲荒川にある、西日本旅客鉄道草津線の駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で交換可能駅である。現在の駅舎は3代目で、2017年地区である。両乗り場ともに8両編成まで停車が可能であるが、京城駅舎かと同時に行われたホームのかさ上げは一部のみとなっており、ホームの中間部が、 スロープ状になっている。自動改札機は簡易式のものを3台、自動券売機は高額紙幣が使えない、タッチパネル券売機1台を備えており、トイレは改札外のみ設置されている。駅前広場は大変狭く、朝夕は送迎の自家用車やコミュニティバスで大変混雑していたが、駅南側に仮ロータリーが整備されたのに伴い、2016年3月からは、 一般車進入禁止となり、さらに京城駅車課と同時に、バス乗り場も北口から南口カリロータリーに移設された。かつては東駅と大見八幡駅、三重県の亀山駅を結ぶ JR バスが運行されて、いたが2005年までにすべて廃止されコミュニティバスに置き換えられている。草津駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する。 業務委託駅であるが、緑の窓口が設置されている。愛子家利用可能駅。草津方面停車ホームの南側に引き込み線があり、保線車両が使用する。現在、湖南市東部の都市基盤整備の一環として、東駅周辺の再開発工事が進められており、最終的には、駅南北に駅前広場が整備される予定である。滋賀県統計所によると、 1>, 1日平均の乗車人員は以下の通りである。周辺は住宅が多い。国道1号線沿いを中心に商業施設も多い。また、市が管理する駐輪場があり、無料で利用できる。駅北側にコインパーキングエリアが開設されている。ありがとうございます。